ストレスが溜まったら避けろと昔から言われますが、皆さんストレス解消法ってどうしていますか？叫ぶということはとてもストレス発散の効果が感じやすい行為だそうです。でも叫ぶにしてもカラオケボックスに行ったりジェットコースターに乗れば自然と叫ぶ状況は作れますが、家に帰った時にどうしても叫びたくなった時はこれ使いましょう。家にあるバケツとか洗面器に水をためます。顔がしっかり浸かるぐらい水をためましょう。バケツや洗面器に水をためたら、あとは顔を突っ込んで思いっきり叫ぶだけです。さあ、バケツや洗面器に水をためたら、あとは顔をつけて思いっきり叫ぶだけです。どうでしたか？これならいくら叫んでもにならないですよね。身近にある顔をつけられるものだったら何でもいいと思いますよ。それでは皆さんも思いっきり叫んでください。次回お楽しみに。